はい、森さん、今日のコーディネートのポイントをお願いします。はい、こんにちは、森です。今日は朝起きたらみぞれ、もう雪降ってましたね。寒くて、今日本当着ようと思ってた着物じゃなくて、寒いので雪を着てきました。はい、でいつも言ってるんですが、はい、これも自分で組みました。ああ、素敵です。3回目のなんせ私どっかに色を入れたいので赤入れました。お土産に赤を、いいですね。あ、かっこいい、綺麗。以上です。はい、ありがとうございます。チーフ、今日のコーディネートのポイントをお願いします。はい、今日は、ドロー大島を着てきました。はい、やっぱり濃い色の着るとね、落ち着きますよね。はい、今日は同系色で、大好きな市松の帯で着ました。ちょっとね、帯揚げ雪輪なんですけどね、慌ててくるくるしたら雪は一つも見えてないっていうこっちですね。はい、今日も角出して、あ、かっこいい、同系色でまとまって素敵ですね。はい、ありがとうございます。照れる。はい、ありがとうございます。はい、阿部さん、今日のコーディネートのポイントをお願いします。はい、今日は大島紬を着てまいりました。はい、なんか全員、なんかほとんど皆さんが大島紬なので真似してみます。天気も悪いのでね、今日はちょっと、そうですね、はい、雨にも強いのでね。はい、はい、あと帯は絞りの帯で、一度 YouTube にこれの紹介をしたので、うん、登場してるんですね。そう、見てください。上にリンク貼っておきます。はい、で、くるりと回ります。あら、今日も血も出しにしてみました。かっこいいですね。あとこの帯締めは、はい、うちの会長がですね、はい、一番最初に勧めてくれた帯締めなので、ちょっと大事にしております。すごいかっこいいですね、これね。いいですよね、なかなか色もね、阿部さんらしい感じがします。はい、ありがとうございます。素敵です、ありがとうございます。